はい、どうもどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは、甘栗一瞬です。はい、というわけでね、ここにも書いてある通りね、ちょっとさっきね、家の近くのね、道路でね、ずらっと転んでしまいまして、すげえ痛いんですよ、足で。なんか骨折とかじゃないんですけど、もうちょっと最初から座っちゃってるんですけど、なんかこう足首なんかおかしい、いてなんかずらって転んだんですよ。このなんつうのかな、足の付け根って言いますか、こう、いや今ちょっとストーブのとこに足置いてますけど、なんかね痛いんですよね。いやなんかね、ずらってこう歩ってても転ぶ時あるじゃないですか、そんな感じで。はい、ってなんかね、骨折までは行ってないんですよ。骨折だったら歩けないからね、捻挫でぐにゃってなって、痛い、やっぱ痛いな。いや痛いな。でもさっきちょっと一応ジャンプしてみて、骨折ではないなとは思ったんですけど、そら、あ、やべってこう転び方やばかったんで、ちょっとあーやべやっちゃったかなと思ったんですけど、まあ大丈夫なんですけど、痛いっすね。痛え。12月31日にね転んでね、骨折なんかしたら大変でしたね。いや骨折ではないな、骨折ではない、でも痛い、捻挫です。いや雪降ったんでしょ。ね、道路意外とね見えねえんだ、そのアイスバンみたいな感じでずるっと行っちゃったんだよ。行って、いてって感じ。ここのボボッとしたとこかな、ここ痛いな、ここ。行って、いやほら、転び方上手だったから骨折とか行かないけどさ、年配の方とかさ、転び方悪いと本当にボギって行っちゃうからね。皆さんも歩いてる方も車の方とかも、自転車の方もいるんでしょうけど、気をつけてくださいね、マジで。というわけでね、ちょっと捻挫しちゃいましたってことでね、そうだ、今日は12月31日、上撮って、12月31日ということでね、皆さん2020年もね、甘栗旬にね、お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。はい、来年こそはね、ちょっと早起きしてね、皆さんにね、たくさんのね、笑顔をね、届けられたらなと思ってるところでございます。まあ、おっちょこちょいでアパラパンダ甘栗旬ですけどもね、まあ、そこがね、良さげなところもあるんじゃないかなと、自分ながら思っております。皆さんもね、体には気をつけて、来年もね、2021年もね、楽しくね、健康に頑張っていきましょう。ということでね、今日も今年もどうもありがとうございました。そして来年もよろしくお願いします。お父さんも一言声入れて。